インペリアルエアウェイズの W8 ハンドレページ W8 はイギリスの総発の服用旅客機である。原型機は1919 19年12月2日に初飛行した。25機が製造され、インペリアルエアウェイズやサベナベルギー航空で使用された。W8 はハンドレページ最初の民間向け旅客機で開放式のコックピットに乗員が登場し、15人の 乗客が搭乗する客室を持っていた。1919年のルブルージェの航空ショーに展示された後、1919年12月4日、2機のネイピアラ4ンエンジンを搭載して初飛行した。世界で最初の化粧室を備えた旅客機であるとされる。その後、W8 ビット、W8E、W9、W10 などに改造された。 W8 ビットは、航空省の規格を満たすために、乗客数を12人に減らし、燃料タンクが移動させられた。1921年に、航空省は3機を注文し、ハンドレページトランスポートで用いた。エンジンをロールスロイスイーグルナインエンジンに換装して、W8 ビットとなり、インペリアル航空で、パリ、ブリュセルビで運航された。 1924年に1機がサベナベルギー航空に納入され、さらにサベナベルギー航空は3機をベルギーのサボカでライセンス生産されたものを運用した。W8E は信頼性を増すために3発機としたもので機種に 360HP のロールスロイスイーグルナインエンジンを装備し、両翼に 240HP のシドレーピューマエンジンが装備された。初号機は サベナベルギー航空に納入され、10機がベルギーのサボカでライセンス生産された。3発の W8F は客室にエンジン排気を利用した暖房空調をつけ、W8 グラムハミルトンは尾翼とラダーが改造された。ロールスロイスイーグルナインエンジン双発に戻されて W10 となった。 w q a ハンプステッドは 385HP のアームストロングシドレージャガー4エンジン3発揮でインペリアル航空の所属機がロンドンパリカンで86分の記録を作った。1926年にエンジンを 420HP のブリストルジュピターエンジンに換装された後、オーストラリアに売却されたが9ヶ月後事故で失われた。 1931年に、インペリアル航空が、ハンドレページ HP-42 を導入されると、旅客運輸から、W シリーズは引退した。個人向けに放出された。2機の W10 が、アランコブハムによって、旧機に改造された。出展、ブリティッシュシビルエアクラフトシンス1919 19、ボリューム2、ザ・ハンドリーページ W8B。 フライト、ジャニュアリー・ナインティーンス、1922、ディスクリプション・テクスツン、ビュー・ジェネラル・アレンジメント・ドローイング、ハット・ジャクソン、AJ ・ブリティッシュ・シビル・エアクラフト・シンス1 9 1 9ボリューム2、パットネムカンパニー。リミテッド、1973、ISBN0 から370100107、ロンドン・ターミナル・エレドローム。フライト、 417、190来1923、http 19コロンスラッシュスラッシュ www.flightglobnl.com スラッシュ pdfarchiv スラッシュビュースラッシュ1923スラッシュ 1923%2020 万 417html。ありがとうございます。